アンソニー・アーウィン・ランドルフ・ジュニアは、スロベニアのバスケットボール選手。リーガーク部のレアル・マドリード・バロンセストに所属している。ポジションは、PF ・ C。1989年に、父がアメリカ軍に従軍していた関係で、ドイツのビュルツブルグで生まれる。一家は、軍内部の移動の関係で転籍を繰り返し、帰国後もアメリカ国内を転々とする生活を送った。 高校もアーカンソー州、リトルロックの高校から、テキサス州ダラスの高校に編入。高校時代は超高校請求の逸材として知られた。大学は、ルイジアナ州立大学に入学。2007から08シーズンを、平均15.6得点8.5リバウンド1.2アシスト1.13スティール2.26、ブロックショットという成績を残した。NBA ランドルフは、 大学では1シーズンプレーしただけで2008年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。14位でゴールデンステートウォーリアーズから指名された。しかし、プロ入り後は苦戦の連続となる。練習中の態度をめぐって、当時のドンネルソンヘッドコーチやスティーブン・ジャクソンら主力選手と対立するなど、十分な活躍ができず、2010年7月に、 デビッド・リーとのサイントレードの一環でニューヨーク・ニックスに放出。以降ミネソタティンバーウルブズ、ベンバーナゲッツを転々とするもみが出ず、2014年夏にシカゴ・ブルズ、オーランド・マジックをたらい回しにされた後解雇された。ヨーロッパへ NBA でさしたる活躍ができなかったランドルフはユーロリーグで腕を磨くことを決意。2014年8月に PBC ローコモティフクバント2年契約を締結。ユーロリーグやユーロカップで活躍した後、2016年7月15日にレアルマドリードバロンセストと契約。2017年6月22日にレアルと再契約した。2017年6月23日、ランドルフはスロベニア国籍を取得し、スロベニア代表入りを目指すと報じられた。ありがとうございます。